証券取引等監視委員会は、1992年に証券取引や金融先物取引等の構成を確保する目的で大倉省に設置され、現在は金融庁に属する審議会等の一つ。内閣総理大臣及び金融庁長官から委任された権限により、市場分析審査、証券モニタリング、取引調査、開示検査を行い、また、 反則事件の調査が必要なときは、禁証法または反衆法に基づき、質問、検査、領地といった意調査を行うほか、裁判官の発する許可状による臨検、捜索及び差し押さえ等の強制調査を行うこともできる。現委員長は、元広島高等検察庁検事長の長谷川光宏。組織法上は、 内閣府設置法第54条及び金融庁設置法第6条に基づく合議制の機関。設立当初は国家行政組織法第8条、中央省庁再編後は内閣府設置法第54条に規定する審議会等の位置づけである。上位機関の金融庁は内閣府の外局であるが、この審議会は外局たる。 委員会に比べ所管庁からの独立性が弱いと言われており、その理由は委員会が国家行政組織法あるいは内閣府設置法49条の外局たる委員会ではないからであるとされている。証券監視が行う監視事務は、市場分析審査、証券モニタリング、取引調査、開示検査及び反則事件の調査の5つに分かれる。 具体的には次のような事務を司さどっている。また、無登録での営業や無届けでの投資家募集、虚偽告知などの不法行為について、裁判所に禁止命令の請求や、反則事件の告発を行う。アメリカ合衆国の証券取引などの監視機関で、ある、証券取引委員会に比べて捜査権がないということはなく、実際は、金融商品取引法、 第211条において、強制調査権が与えられている。ただし、人員数が少ない、規則制定権がない、などの点は検討の余地があると指摘されており、特に2005年の j イコム株大量誤発注事件、ライブドア事件以降は、組織や倫理性の強化が唱えられている。証券取引等監視委員会には、事務局が置かれている。 証券取引等監視委員会事務局の幹部は以下の通りである。国内のすべての証券会社及び登録金融機関が加盟する日本証券業協会は1992年の証券取引法改正により委員会とほぼ同時に発足した自主規制団体であり、国内の有価証券市場における 金融機関の円滑かつ公正な取引と投資者の保護を目的としている。委員会と日本証券業協会との間では定期的または随時に緊密な情報交換が行われている。委員会は内閣総理大臣、金融庁長官または財務大臣に対し必要施策を検議する権利に基づき、 同協会の規則改良や個別金融会社への勧告を行っている。2004年には他の金融取引自主規制機関の中にも未だ企業コンプライアンスの不徹底が伺えることを報告した。2016年には証券取引等監視委員会の委員の一人に大和証券 SMBC 事業調査部長で大和総研専務理事であった印頭朝のみが就任しており、 金融会社を規制する側の委員としての利益相反の状態が生じた。さらに2017年になると、日本証券業協会会長に、大和証券グループ本社会長の鈴木茂春が就任し、民間自主規制団体とそれを規制する委員会に、同じ大和証券の人物が着任した状態となっている。さらに2017年6月、退任した元委員のその、 マリが野村ホールディングス社外取締役に就任するという、これもまた利益相反的な状態が生じた。このような人事は軽率であるとの批判に関しては、野村側が同委員の社外取締役としての独立性には疑義,義はないと表明したに止まっており、証券取引等監視委員会委員としての独立性については公式な見解が伺えない。 委員長及び委員は、両議員の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。ありがとうございます。